はい、格闘オタクニュースゾアの雑白です。今回は WBA IBF バンタム級タイトルマッチ、井上尚弥 VS アラン・ディパイン選手の試合速報についてです。井上尚弥選手は WBA IBF バンタム級チャンピオンで、28歳165センチ、リーチ170センチ、21勝0敗、 18KO のモンスターです。相手はアラン・ディパイン選手で、ムエタイ出身で、30歳162センチ、リーチ170センチ、12勝2敗、 11KO の、今回が初めての世界挑戦の無名のカマセーヌの外人です。 IBF 5位となっています。試合展開1ラウンドから。1ラウンドは互いのオーソドックスで、まずは中央を取るディパイン選手です。互いにジャブをつきながら距離とタイミングを見て、手数が非常に少ない展開で、特に井上選手はほとんどジャブしか出さないような展開でした。ですが1ラウンドは緊張感のある良い戦いでした。次に2ラウンドに入ります。2ラウンドはこちらも同じようにジャブをつく展開で、井上選手がボディジャブから右フックなどで圧力をかけていきます。ディパイン・アラン選手はボディからフックを打つなど接近戦で圧力をかけていきます。そしてジャブの相打ちがある中、徐々に井上選手が攻勢を強めてきます。そしてたまに左のボディジャブ、ワンツーなど井上選手が圧力をかけ、だんだんディパイン選手の手数が減ってきます。終始井上選手が圧力を強め、ディパイン選手が劣勢に立たされ、ぐるぐるとリングを回る展開になってきます。ここでも井上選手は左ボディを温存して、おそらく3ラウンド以降左ボディを出していく展開になっていくのではないでしょうか。次に3ラウンド目です。3ラウンドはやはり井上選手がいきなり圧力をかけていきます。特にステップが速くなり、攻撃のリズムを変えてきました。で、右ボディストレート、左ボディから右フックなども決まっていきます。アラン・ディパイン選手は攻撃の手数が出せません。防戦一本になっていきます。そして井上選手はワンツーから左ボディなどをどんどん当てていきます。アラン・ディパイン選手は接近戦持ち込み、ガードの上からですが左フック、右アッパーなど連打をしていきます。そしてそれに対して井上選手も接近戦の打ち合い、左アッパー、右フックなどを当てていきます。3ラウンドは井上選手がリズムが出てきて圧倒したラウンドでありました。次に5ラウンド目です。5ラウンド目からも井上選手はジャブでどんどん圧力をかけていきます。そしてディパイン選手は遠い距離では戦えないので、接近戦でたまに打ち返す展開が続きました。井上選手はジャブで圧力をかけながらもボディアッパーなどボディを中心に攻めていきます。ただ終始井上選手が圧力をかけ、たまにディパイン選手が接近戦でフックを振り回す展開でした。井上選手の強烈なボディへの攻撃が何度もディパイン選手に当たるのですが、あまり効いてないような素振りを見せていました。さすがムエタイで鍛えられただけはあります。ちなみに井上選手はクリーンヒットほぼ0発しかもらっていません。次6ラウンドに入ります。6ラウンドに入ると、今までの展開を打破しようと井上選手はいきなり圧力をかけます。そしてノーガード戦法でガードを下げ、ディパイン選手が攻めてこさせようとするのですが、なかなか攻め手に欠くディパイン選手でした。今までのように井上選手が圧力をかけ、ディパイン選手がモハメド・アリのように華麗にぐるぐる回っているだけの展開でした。これが続くとバターになりそうなぐらいぐるぐる回り、なかなか決定打に欠ける、ただただ挑戦者が削られていくラウンドでした。次に7ラウンドです。7ラウンドに入っても同じような展開で、最初から井上選手が圧力をかけます。そして圧力をかけられたディパイン選手ですが、外国人特有の気の強さで打ってこいと挑発していました。そして井上選手はやはりワンツーからの左フックなどコンビネーションをどんどん当てていきます。それをひたすら耐えるディパイン選手でした。ただディパイン選手の接近戦での右フックで何度かバランスを崩すことがあった井上選手でした。そしてやはり打たれ強く逃げ回っているので、なかなか捉えきれない井上選手だったので、スイッチをしノーガード戦法でいろいろ揺さぶりをかけるのですが、あまり攻めてこないディパイン選手です。ただ一方的な展開には変わりがありませんでした。次に8ラウンド目です。8ラウンドに入ってディパイン選手はダメージはかなり蓄積されているのですが、まだパンチは死んでいませんでした。やはり時々右フックは当たります。そして井上選手はいつも通り前にジャブで圧力をかけて左ボディを何度も当てていました。やはり同じように圧力をかける井上選手とぐるぐる回るモハメド・アリ・ディパイン選手でした。たまに右クロスや右フックをガードの上から当たる程度です。そしてぐるぐる回っているうちに、おそらく井上選手が一歩二歩先を読み、思いっきり左ストレートを当て、ディパイン選手が吹っ飛びます。そこでこれまでのダメージもあり、ディパイン選手が朦朧とした中、最後左フック一線打ったところでレフリーが止め TKO 勝ちしました。ディパイン選手は無名のカマセーヌだったものの、ムエタイ仕込みの高いガードで、ダブルアームガードでジャブをあまり当てさせず、ぐるぐる回ることによって決定的な一打はもらわなかったんですが、最後の最後に左ストレートと左フックで TKO 負けしました。井上尚弥選手の盤石の展開だったのではないでしょうか。あとは4団体統一王者を目指すと思いますので、今後の展開に期待です。
ちなみに武井良樹選手も同じ大会に出ていましたが、1ラウンド59秒で圧勝しました。前に来る選手だったので、接近戦で左アッパー右フックなどを当て圧勝しました。対戦相手も苦笑いをしているぐらいでした。ちなみに武井良樹選手はうっかり足立区から来たパワーオブドと間違ってしまってました。K1 時代はパワーオブドリームの武井良樹です、だったのですが、今は大橋ボクシングジムなのですが、間違ってパワーオブと言ってしまいました。今日も可愛い武井良樹くんでした。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。